皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の20日、22時25分、まあ、さっきもちょっと雰囲気が鳴っていて、まあ、すぐ電車通ったりしますので、まあ、ほどほどの声を出させていただいて、撮影させていただいているところです。先ほど報道ステーションを見ていて、森山文部科学大臣が、まあ、喋ってる時にこの声等で受け答えをしたときに、まあ本音のところでその旧統一教会との関わり合い、まあ他の動画でもまあ私の方で述べてますけども、その日韓関係が悪くならないようにというような形でどうしても関わっていった。で、まああのニュースも何回も放送されてると思うんですけども、冊子について、でその発行だとか運搬だとか、そのあたりの人件費とかが全部含まれて、その本関係で、3500万円ほどの政党交付金の使い道とか、まあ、そういうインターネット記事も見かけたんですよ。それは森山さんではなかったんですけども、言いましたけども、客観的に見てその高年齢者の方がやっぱり関わってますよね。もうそのもともと後からできていった法律ですから、若い年齢層の人ほど統一教会とは関わってないみたいな形になるんじゃないですか。その統一教会と関わるのをやめようってする前とその後との状況、すぐにその作っては見たもののみたいなところがあると思うんですよ。その旧統一教会が今韓国でどれぐらい影響力を持ってるのかとか、まあそういうことも僕がまあっていうことですよねみたいな形で心の声で、森山さんに送った時に。一瞬場面的にあの映像がストップして次の場面に映ってるので、その間にどの、まあ、誰とどういうふうな会話をしたのか分かりませんけども、まあ、森山さんの方は涙目になっていて、でどれぐらい関わってるかどうかやっていうようなことを、ある程度の声の音量で言っていて、まあそれはテレビを見ていてもその音声は聞き取れるんですけども、正直実態がよくわからないんですよ。その旧統一教会という組織自体にそこまで韓国政府の人たちの間で大きな力を持ってるとおっしゃってる人たちいらっしゃいますか。例えば今のユン大統領は検察庁の出身の方でしょう。まあサムスングループの今トップの方は、まあ、この間何か裁判があって、まあ、無罪ということになってましたが、あの方も安倍政権の時国会に一緒に国会のとある部屋のところに、まあ、どこの部屋かちょっと僕もよくわからないんですけども、テレビの、ね、映像で出てくるある程度の、各大臣とかが一緒にこう座ってる長方形のテーブルのところですね、十何人ぐらいは座れる、両サイド合わせてですね、まあそういうようなところにいて、安倍さんにまあ耳元で、何だねですみたいなことをおっしゃってた方で、日本語も喋れる方なんですよ。これユンさんもそうなんですけど、日本語しっかり喋れます。で、日本の政府と往来してます。これ日本と韓国だけじゃなくて中国と日本でも同じようなことしてるんですよ。両方のいろんな国、その近隣の国でお互いの言葉がしっかりと分かる人間が、それの立場つかなかったら、もう言語が話できなかったらもう全然通用しないんですよ。で英語だけで全部なんとかなるかって言ったらそうでもないですから、まあ例えばサムスンのあの方もかなり若い方だと思うんですけども、これね、どうなんですかね、韓国の、まあ、あの人だったら実態とか
その統一教会の影響力とか韓国でどれぐらいあるのかとか、 今の話ですよ。あの年配の方とかはそういうある程度の影響力を持ってる時代の頃を知ってるから、やっぱり意識してしまう、そういうふうなコメントになる、そういうふうな関わり合いがあったっていうことになってると思うんですよ。だからあれぐらいの年代の方と、もうその今のサムスのトップの方って多分僕とあんまり年齢変わらない方だと思うんですよね。でもしかしたら昔フルーツラパークに来たことある方の方かもしれませんし、まあ能登半島の地震が発生した時にすぐに、慰問の文言を、日本に送ってくれたのは北朝鮮のキム・ジョンウンさんなんですけども、妹さんのキム・ヨジョンさんもどこかの勤務先に働きに来てるはずなんですよ。まあ会いに来てるかどちらかで、まあちょっとだけ話をして、だからまああのそういう話をねオープンにした方がお互いの国家間でその変ないさかいみたいな形での揉め事には見えなくなるんじゃないですか。実際のところはそういうことじゃなくて、昔統一教会というものがあってだとか、でそこでの問題は結局法人税率から逃れるためにあったんだっていうことを明確に言って、まあ結局は政治と金の話になっちゃうんですけども、これ結局突き詰めて言うとね、誰が豪勢な生活していたかっていうことになっちゃうんですよ。これ突き詰めると、人材派遣業法とかね、何回も言いますけども、歩合日給出来高とかで、機関雇用の人間で調整して自分たちは安定した収入をっていう、もちろんそれ相応の苦労とかあると思いますよ。上の方行けばもちろん、すごくいろんなもうどうにもならないっていうような、苦労とかあると思います。だけどもやっぱり昔から言うように高級車乗ってる人悪い人、大きな家住んでる人悪い人になるんですよ。だってその人たちが富をそんなに独占したかったらね、みんなそんなにこうねっていうことになってくるじゃないですか。昔の法律なんかね、人材派遣会社の人に、まあ僕はそうだったんですけどね、長時間労働の手当すらつけてくれてなかったんですよ。だから法の悪用で日給扱いにしてたのか、日給でもそういうふうなちゃんと時間給で計算出てるんだから、そこはちゃんと長時間労働1日8時間超えたら 25% の割増だとか、今どうなんですかね、もう 35% になりましたっけ。いろんな情報が飛び交ってるんで僕ももう実態よくわからないんですよ。厚生労働省のホームページでいついつ何年から、長時間労働に関しては 35% の割増賃金にすると。ただもう労働基準局でいつからかはわからないんですけども、一月の労働時間がその260時間のところは 50% 以上の割増賃金、一月の労働時間が260っていうことですよね。まさか180にプラスで260時間でそんなわけないですよね。それで一月の労働時間400時間超えるから絶対それはもう無理だと思いますよ。370時間で12分でも人生めちゃくちゃになりますから、本当に340時間ぐらいの一月の労働時間で本当もう人生めちゃくちゃになりますから、それ一人暮らしの人がそれさせられたらもう絶対もう無理になりますよ。本当にもう僕一人暮らしなかったんですけども、風呂上がりにもう力尽きて暖房を入れる前にもうここの部屋でね、もう服は着かけの時にもうバタってもう倒れて 寝てしまって、もうそのちょっとましてからもうガタ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 って冬はもうすっごい震えながら、もうよたよた歩きながらそのまま身を投げ出すように、とにかく風呂の中に体こう放り込んで、もう風呂温度下がってますよ。もうけどもうそこはまだマシだから、外気温、その室内の外気温よりも。でそこで
まあ、室内気温って言ったらいいんですかね、空気の温度で、すぐに温めるなんとかをして、本当死にそうになりました。まあ、ちょっと話だいぶそれましたけども、現実に今起きてる内容をしっかりと掘り下げて、テレビで放送しません。なんか大したことあるようで大したことないようなニュースでこう話引っ張って、本来のその自然再生可能エネルギーだとか、まあ、その河川水門化、石炭発電、地下水流トンネル発電、まあそれを水車なんだなとかもうそれ言うなしで、こうそうこう言った方が分かりやすいですから。あとその地震が発生した時にその水路自体が丈夫かどうかっていうところで、ね、ああいうような形にした方が絶対そうですから、あ、まあそれを早く進める話とかをすればいいのに、ずっと大したことない話 で水面下のところ、本当は国会でどんな話してるのかなとか思いますね。僕関係とかの話で、もしかしてもう全員ほったらかしにされてます？何も話進まない方向ですよ。状況とかによってね、その物事絶対早く進めなきゃならないんだから、さっと誰か会いに来るとか、国会議員の人とかもそうなんですけども、まあ、テレビ局のところでね放送するなりなんなり何かスタートしなかったら全然話にならないですから。結局数年前と何も状況変わってないですし、結局26年前と状況何も変わってないっていうことになるんですよ。一部の議員さんはその件で会いに来てくれたりはしていたんですよ。それはもう国会議員の方のレベルなのか、県議会なのか、市議会なのかもちょっと分からないです。ただ複数の人たちが会いに来てくれたのは分かってるんです。だけどもう名前も覚えてないですし、だからまあその当時の方たちですから、もう現場現役じゃないでしょう。やっぱりこうなってくると話が全部ひっくるめると、その統一教会の件も含めて世代交代、やっぱり国会議員の人も大体もう40代ぐらいの人とかが立候補新しく出てきて、でもう60歳以上の人たちは降りてもらうっていう形にした方が多分いいと思うんですね。それとも責任問題で置いときます？でもそれはそれなんか変ですよ。だってまあ僕のホームページからアクセスできるようにしておきましたけども、政治倫理委員会のメンバー、会長、自民党の人で、ほとんどの理事が、自民党の人。自浄性はないんでしょ、結局、その体制だったら。その岸田さんとかを責めてるわけでもないんですけども、これ最初からもう自民党行ったらもうどうにもこうにもならないような状況なんじゃないですか。だからそれで、2008年か9年それぐらいの頃に民主党が政権を取ったんじゃないですか。だからもう一度自民党に戻ってしまうことによって話がややこしくなってしまった。これ全部これ紐解いていくとですね、例えばフルスやバークで、その1998年7年僕が働いていた頃から河川水門化、石炭発電、まあ、僕がいろいろ調査して、で、まあ、国会議員の人たちに話を通したとして、で1999年ぐらいから始まっていたとして、で、多くの物事が片付いていって、まあ、安倍さんとかが総理になったりとかして、で、かたや、民主党の方向からも物事を進めておいて、まあ、今頃河川水門化、石炭発電とかかまど発電とか各学校に装備が終わって、で、民主党が政権、今までの自民党の負の部分を全部ダメだっていうことで民主党が政権を握って、になって、その後、
民主党がの人たちがそういった同じような過ちをしないような形でずっと物事を動かしていっていれば政治としてはうまくいってたんじゃないですか。だから今から紐解いてみたらそうで、ただしその後民主党の人たちとかもそのオリンピックとかで、まあ、自民党石原さんの頃ですよね。石原さんもともと自民党ですよね。だから石原都知事だった頃に東京都のオリンピックの基金の条例が出来上がっている。その条例今消してましたっけ？まだ消してませんよね。っていうことはまだ懲りてないっていうことですよね。だからエネルギーの残存量問題に対して全員本気になってないっていうことになるんですよ、東京都議会の人たちも。だから東京都議会に対して何か指示を出してるのが、まあ、自民党かもしれないし、だからそこは分けといた方がいいかもしれない。本当は自民党の人たちも、こんな世の中の回し方してたらエネルギーの残存量問題で絶対後の若い人たちが大変な目に遭うと、自分の子供がとか孫がとか、それはみんなあると思うんですよ。だからそこまで腐ってるわけでもないから、そこはもう都議会もちょっと自民党のことを知らんふりしといて、あのオリンピックの基金の条例も消しておくとか、それで、都民ファーストとかそういったところが台頭してきたはずですよね。で消しましたっけ？まだ人数が偏ってましたっけ？どうでしたっけ？バイキングの頃ある程度物事が進んでいたような気がするんですよ。ちょっとそういうところの政治色を強い番組でするんならバイキングもう一度作った方がいいでしょうね、フジテレビとして。でその後に、ね、結局その民主党も本当は家計とかをたどっていくと自民党からの家計の人とかがだいぶ混ざっていてっていう、三振党以内の請求じゃありませんけどね、その辺のところで物事考えていくと維新の会がその後台頭してきて、ある程度、国会でも議席の数を、になっていてっていう形で、徐々にこう、多分、党をね、潰して、次の党、次の党に変わっていかなかったら無理なんだと思うんですよ。で、ただし、もう維新の会の方も、万博招いてしまった方でしょう。いやだからもう橋下徹さんが最初の頃に大阪維新の会を作った時の演説とかもそうですけどね、ものすごい頑張ってたんですよ、気合い入れで、まあ、涙流しながら訴えたりとかね、まあ、本当にものすごい危機感を持って頑張れてたんですけども、やっぱりどっかで限界を感じてっていうことに、まあ、なってしまっている。あそこはやっぱり、もう今ものすごく出口正直見えない状況ですね。万博に大阪維新の会も、まあ、乗っかってしまったような形になってしまってますから、どうしたらいいんでしょうね。いやだから後の世代後の世代の人が議員に立候補してもみんな絶対がんじがらめになるんですよ。全く新しい党を作ってそこへ集まってくるにしたとしても、正直もともと有力者権力者である人たちの子孫の人たちが大量に集まらなかったらそれ力にならないでしょう。いやだから万博の件で維新ダメだってなったら、じゃあ民主党と自民党も多分立憲民主党という名前でなんとかするしかないですかね。まだそれだったら、まあ、地方は地方としての言い分があったはずですし、まあけど最終的に万博の責任は
首都東京自民党ということ、まあ、自民党プラス公明党になるんですけども、でも立憲民主党の方も、塩村彩香議員ももともと東京都議会、親は正直自民党の塩村さんという人なんじゃないんですか、よくわかんないです。もともとそういう家系がなかったらなかなか出馬しないっていうのがもともとの政治の世界ですから、疑心暗鬼になるでしょう、こんなテレビのニュースの放送の仕方と状況と。だ、自分の親からとかその信用できそうな話を普段から聞いていて、あ、政治ってそういうものなんだがなかったら出馬する気になれないと思うんですよ、まともな人ほどね。自分の給与だけのことしか考えないで出馬する人だったら出馬してると思いますよ、本当に。仕事だろうなんだろうとか、自分の会社だろうなんだろうとか、そういうことだけで。だからこれ、まあ一応なんか立憲民主党の方で次の選挙で450人ほど立候補するような形で備えてるみたいですけども、それでは良かれ悪かれなんですよね、結局。まあ自民党の思想の方でもエネルギーの残存量問題とか、本気で少子化問題、精神病院の精神を精査されなくなる薬とか、国の知るむちゃくちゃなところね、それ全部ちゃんと変えるっていうような人で、新しい公共工事はもういらないっていうはっきりした人、もうそういう人たちとかだったら、自民党とか、維新とかから来てもらったりとかでもいいと思うんですよ。案外、立憲民主党が、大きな、何か、失敗はしてないところなんですよね。だから世界から何かあれこれ言われたりとかして開催させられてるケースも多分ある程度あると思うんですよ、本音で言えば。それが正直、その全国放送のテレビとかでね、自民党員として例えば総理とか大臣を経験されたものがね、そう、もうそれをスッとこう言えるんだったら、それ俺たちだって苦労しないよっていうようなことを言いたいと思うんですよ、本当はね。だから、そういうふうにちゃんと志聞いて立憲民主党に集まるような形でいいんじゃないですか。これもどう考えても無理でしょう、普通に考えて。ただ小泉進次郎、彼には僕は自民党に残っといてほしいっていうメッセージは送っておきます。だからこの件を全く知らない人たちばっかりになっても困りますから、まあ、立憲民主党の人たちでもそうですけども、僕も47ですし、この何にも進まない状況でどうしましょうっていう結論で、まあ、今回終わります。まあ、立憲民主党の方でどうにかっていうところも考えてはみたんですけども、これどうしたいんでしょうね。例えばまた政務調査官の人を他の党のところに言いに行っても、そこの党が知事とかにならなかったら河川水門会式で満線作れなかったりとか、そうなります。もう何がないやら、もう僕も全然わかんないですね。なぜすぐにしないのか、さっと。以上です。